そこまでの手だれなんだ。ええ、そのようですね。あ、姫様。これは姫様。今、お呼びしようとしていたところです。どうしたの？それがさ、まあ希望通りお客さんが来てくれたんだけど、それが結構厄介なやつなんだよね。厄介。ビクトル・ロゴス。かつて王国では比類なき豪の者として知らぬ者はいないといった伝説の戦士です。最近病ということで伏せっていたそうですが、ここにやってきているというわけです。今遺跡周辺の結界から探知したんだよ。結界からの様子です。ご覧ください。どこだ、どこにいる強き者。俺を満足させる強き者は。戦いを求めてさまよっている。そのようですが。かなりの戦闘狂で知られている男らしいね。その狂気のあまりベッドから飛び出てここまでうろついてきたってわけ。まあなわけないね。魔人復活の儀式を始めるために封印の遺跡へ拠点を移したレグリナ一行の前に、伝説の戦士ビクトルが現れた。その瞳はうつろで、ただ戦いを求めてさまよい歩いているかのようだった。やがてビクトルとその手勢が遺跡への侵入を始めると、レグリナたちは迎撃の態勢を取った。そして同時にビクトルから聖言の発する波動を感じていた。貴様を排除する。それが任務だ。こいつを倒さなけりゃならないのか。
大嫌いよ。あなたの姿ははっきり見えるわ。
落ちなさい。落ちなさい。落ちなさい。見えなかった。私の剣の腕が通用するかどうか試させてもらう。ということなの。
私の槍と勝負よ。どんな力を持っていようと動きを鈍らせてしまえば、
そこよ。あんたの耳いい形してるな。やっぱり槍よりも剣の方が良かったのかしら。倒せば僕は帰れるんだ。危なかった。こんなところで死んでちゃ何にもならないからな。落ちなさい。
姫様、敵方の本体が侵入しました。お前らは強者か。ギュフ、どうだかね。うちの姫様、強いと思うよ。逆に問いますが、あなたは聖者の末裔ですね。いかにも。狙いは聖言か。話が早いね。それにそっちは戦いを求めてるんでしょ。お互い目的に対する手段も一致してるね。フリーゼの言っていたことは正しかったか。フリーゼ第一席国務大臣。はあ、その大臣様がなんで聖言のことを。俺の魂はすでに尽きかけている。甚だ不本意だが、病に負けた。だがベッドの上でなど死ねんのだ。いや、断じてそうであってはならない。俺は戦いの中で死ぬ。だからフリーゼの申し出を受け入れた。あなたは反魂で動いているわけですか。一応人間界では禁忌の魔法だね。貴様らの持っている聖言全て頂戴する。そして戦いの中で消え去れ。俺の魂と共に。消え去るのはあなたの魂だけにしてもらえない。私たちにはやることがある。だからあなたはこれから裁きの時を迎える。あとはもう落ちるだけよ。見切れるか。小娘、お前にビクトル様と戦う資格があるか。イグナシオが試してくれるわ。
そこよ。うわー、そこよ。うわー、あっ、そこよ。そこよ。
そこよ。落ちなさい。させてくれ。
そこよ。
果てられる。魂が尽きるまで戦いを求めるか。自らの業とともに燃え尽きましたね。どうやら半言の源となっていた心臓に聖言の刻まれた秘跡が入っていたみたいだね。これもフリーゼの仕業だろうね。こりゃめんどくさい相手だな。聖言の存在は知っている上、知識もある。おまけに禁忌の魔術も駆使して私らに手駒をよこしてくる。その上、この国では強力な権力を持っている一人ですからね。もしかして、もしかして最後の聖言は。推測ではありますが、フリーゼが持っている可能性がありますね。残りあと一つ。